さんこんばんは、ペリオディストゾウです。今回は昨日8日に行われました FIFA クラブワールドカップの準決勝、エジプトのアルアハリとレアルマドリーの一戦についてお話ししたいと思います。結果は1-4、終わってみれば3点差がつきましたが、アディショナルタイムに2点が入りましたので、アルアハリが65分に1点を返して 1-2 として以降、69分、79分と2度決定機がありましたので、マドリー同点に追いつかれても仕方がなかったんじゃないかなというような後半終盤の展開でしたので、意外にマドリー苦しんだ準決勝かと思いますけれども、この勝利によって今週土曜日決勝はアジア代表のサウジアラビア、アルヒラルとの対戦が控えておりますので、決勝は現地の報道だとベンゼマ・ミリトンが急遽駆けつける出場できるというような報道も出てますので、マドリーにとってそれからヨーロッパチャンピオンにとっては少しねモチベーション、それから重要度が下がるコンペティション大会かもしれませんけれども、シーズンにおけるタイトルの一つは一つですので、しっかりとクラブワールドカップのタイトルを持ち帰ってほしいなというふうに思います。今日は両チームのスタメンはこちらのシートでマドリーだけ確認をしていきましょう。はい、ゴールキーパーはルニン。先週末ラリーガのマジョルカ戦のアップでクルトワが負傷しましたので、どうやら決勝も間に合わないということのようですので、決勝もルニンで行くでしょう。ディフェンス4バック、右からナチョ、リュディガー、アラバが戻ってきまして、スターメン、そしてカマビンガが引き続き左のサイドバックに入りました。中盤はチュアメニがピボーテで、モドリッチとクロースが先発復帰をしまして、前線は右からバルベルデ、ロドリゴ、ビニシウスという形でした。このシートでは、4-2-3-1、モドリッチがトップ下に入っておりますけれども、実質的には 4-3-3、モドリッチが、ハイプレスの時には前線に顔を出してロドリゴと共に、ファーストラインを編成するというような形でしたが、バルベルデも右でねかなり、低い位置まで降りてましたので、少しこういう表記にもなるかと思いますけれども、マドリーは 4-3-3 のシステムでした。はい、試合のスタッツ振り返ると、保持率は38-62ですので、マドリーが圧倒的に優位なんですけれども、意外にシュート数は拮抗しているということで、アルアハリが15本、マドリー19本、枠内は5-11で少し大差がつきましたけれども、ただマドリー15本ものシュートを打たれ、枠内5本飛ばされてますので、やはり攻められたなと、意外に押し込まれたなと、カウンターの打ち合いで前半から結構間延びした、ボックスボックスの展開が続いてましたので、マドリーもチャンスは多かったんですけれども、逆にアルアハリも、決定機シュートチャンス多かったんですが、その中でも右サイドの14番、エルシャハトが意外に切れ味鋭いドリブルで目立っていたなと、そこにマッチアップするのがカマビンガでしたので、結果的に後半 PK を献上したのはそのマッチアップカマビンガでしたし、それ以外でも、カマビンガあまりサイドバックのディフェンスラインに入った時に、やはり常に集中力高く、かなりタイトに、こまめにナチュのようにはケア対応できませんので、少し集中力を欠いたシーンがあって、リスタートのところだったんですけれども、不用意に背後を取られてしまって遅れた対応で PK 献上と、それ以外もその14番とマッチアップをして、1対1で、意外に切り返しやダブルタッチがうまかったので、その裏を取られて、ニアに惜しいシュートも打たれましたし、ちょっとカマビンが左サイドバックだと、守備面で、難しさもやはり出るかなというような、この試合でしたし、あとマドリー側で言うと、攻撃側では相手が基本的には 4-4-2 の、セットで、ローブロックを作ってきたので、保持はできたんですけれども、どうしても、ビルドアップのところにクロースがかなり低い位置までディフェンスラインまで降りてきますので、その分カマビンガを上げるんですけれども、スタートのところで、少し後ろが重たいなというところと、今日のクロースは、ピボーテではなくインテリオールですので、そこにチュアメニも比較的近い位置にいるので、2センターバックとチュアメニクロースもいるので、なかなか中盤のセンター経由でボールが展開していかないというところで、アウトアウトの回しになって、アルアハリが誘導して外で引っ掛けやすい、プレスをかけやすいボールの回し方にはなっていたと思いますし、ただ今日の攻撃に関して言うとロドリゴがかなり良かったなと、ベンゼマ不在の中でのファルソノエベですけれども、やはりライン間取るのがうまいですし、そこでねボールを受けてから、前向きのコントロール、それから、そのままの流れでスピードに乗ってのドリブル突破、推進力はさすがでしたので、この試合一番個人的にはロドリゴが良かったなというふうに見てましたし、あと最近、ラリーガの、試合ではどの試合でもフォーカスされお騒がせと、それはビニシウス本人の問題ではないんですけれども、人種差別的な、残念なヤジも含めて、ビニシウスは、いろんな意味で、ピッチ外で話題になってますけれども、この試合は、ビニシウス、切れ味する
鋭いドリブル突破は、ね、相手に相当警戒されましたので数は少なかったんですが、まあ、その分ダイアゴナルに抜け出しての裏抜けの、スプリントが多かったので、まあ、そこで、相手の、ね、ディフェンスラインを押し下げてロドリゴがライン間で受けるようなスペースも作ってましたし、まあ、結果的には相手のパスミスをかっさらってのは前半42分の先制弾でしたけれども、まあ、そこは1対1落ち着いてループを決めましたので、まあ、先制弾を奪ったという意味でも今日はビニシウスしっかり仕事ができたんじゃないかなというふうに思います。あと、中盤ではここ最近ね、セバージョスが良かったんですけれども、まあ、ラリーガのマジョルカ戦で敗れましたので、また中盤のインテリオールのセットを、モドリッチ、クロースにアンチェロッティ監督が戻してきたんですけれども、後半早々、46分の、バルベルデの得点につながったモドリッチの縦パス、スルーパス、素晴らしかったですね。ロドリゴに、縦パスをスパーンと刺した、あそこのパスはモドリッチしか刺せないような、やはりスルーパスでしたし、まあ、そこをね、しっかりと体の向きを反転しながら前向きなコントロールをしてシュートまで持っていったロドリゴもね、素晴らしかったんですけれども、まあそこはモドリッチとロドリゴの、クオリティの高さが、ゴールにつながったなと思いましたし、まあただ、チームのサッカーとしては過密日程で相当ね、怪我人も多い中でコンディションチームのパフォーマンスは下がってますので、まあダイナミックにモドリッチをね、前線に上げてハイプレスをかけようとしても、まあ全然連動せずに逆に中盤スカスカになって、その背後から簡単に中央から前進されるみたいな、ちょっとまあ、言ったら悪いですけれどもみっともないなというような守備が、目立ってましたので、まあ、それによって前半から、ボックスボックスの、カウンターの打ち合いの展開が本当に自ら招いたそういう展開だと思いますし、その展開の中で意外に、まあ、もちろんセンターバックのところで止めるシーンも多かったんですが、ちょっとアラバもまだまだコンディション上がってないので、カウンターの対応のところで危ないなというようなシーンがありましたし、まあこの試合、キャプテンマークを巻いたナチョも、まあ攻撃参加のかなり意識が強すぎたのか、カウンターの時には背後取られるようなシーン、それから戻りきれないシーンが何度かありましたので、まあその時にチュアメニがね、しっかりとカバーしていればいいんでしょうけれども、ちょっとチュアメニも、まあちょっとそこが戻しのところのスピードが遅いなと、まあそれがコンディション面なのか、ちょっと集中力なのかはわかりませんけれども、まあまだまだ、チュアメニ、前半戦のいい時のチュアメニとはやっぱり違うなというような、パフォーマンスぶりでしたし、まあ、ただ、疲れている中、怪我人が多い中、まあ、思うような展開を作れず、まあ、良くはないサッカーの中でも、1-4 で勝ち切って、まあ、決勝に駒を進めるというところはさすがのマドリーですし、冒頭に話しましたが、まあ、ミリトンとメンゼマがね、これで戻って決勝で出れるようなら、また、まあ、もう少し引き締まったサッカーが見れるのかなと思いますし、まあ、本当にロドリゴは好調ですので、まあ、ベンゼマと、まあ、ツートップ編成気味に組みながら、ビニシウスと前線の、トリデンテで絡んでの、ね、いい攻撃が、見たいなというふうに思います。ということで今回もご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。わさらアプロクシマ。